スナーのために。忠勝、絆とは本当に強く得難いものだな。豊臣を離れてなおそれなりの勢力として立てるのはわしを信じついてきてくれた皆のおかげだ。しかしまだ秀吉殿や信長公、そして帝には抗えまい。彼らに打ち勝つためにはさらなる絆が必要だ。だからわしは各地に同盟を求めようと思う。険しい道となるだろうが手伝ってくれるな、忠勝。行こう。絆こそが人の救いであると示すために。徳川いるか。直虎殿、わざわざ来てくれたのか。まあな。で、本田から聞いた件についてだが、私と手を結びたいというのは本気か。ああ、もちろんだ。直虎殿、あなたたちとの絆が欲しい。同じ党の武力が欲しいの間違いじゃないのか。男なんて所詮乙女を利用することしか考えてないからな。あの本田が頭を下げてきたくらいだし、武田を倒すまでなら考えてやらなくもないわ。今はそれだけで十分だ。ありがとう、直虎殿。おい、家康！刑事、来てくれてありがとう。会えて嬉しいよ。しかし、まさかお前が進んで国王さんになろうとはな。まあこっちでもいろいろあってさ。お前こそ随分と大変だったみてえじゃねえか。ああ、わしはもう秀吉殿には従わない。それでいいんだよ。けどさ、一つだけ頼みがあるんだ。あいつと決着をつけるときには必ず俺を呼んでくれ。刑事。直虎殿は忠勝のため、刑事は秀吉殿のため、それらはとても強く純粋な絆だ。だがわしはそんな思いをも利用しているのだろうな。国を、三河の民を守るために。力を覆す者が仲間という名の力であるならば、わしの求める絆とは一体何だ。力と絆、その違いはどこにあるんだ。わしが無数の友、絆を得たとして、一人きりの絆を持たぬ者に打ち勝ったとする。しかしそれは結局絆という力の総量で勝ったに過ぎないんだ。初めから分かっていたことじゃないか。絆の力で天下を滑ると、そう掲げていたのだから。どんな計りにしろ、勝つと力に恵まれし者が勝つ。その断りから誰一人として逃れられるのだとしたら、わしは一体何のために豊臣を離れたのだ。家康様、何かお手伝いいたしましょうか。ありがとう。しかし大丈夫だ。こちらは特に問題ない。そうですか。何か一瞬怖い顔してた気がして。何かあったら遠慮なくおっしゃってくださいね。なあ、太平の世に一番必要なものは何だと思う？って決まってるじゃないですか、家康様。我ら三河10万の兵、全ては絆の名のもとに。ああ、そうだな。そうだったな。忠勝、わしは己のなすべきことにようやく気づけた気がするよ。さあ、頼むぞ。太平の世はもう目の前だ。絶対なる力の断り、
そんなものを人目にさらす必要はない。わしが封をしよう。そしてその罪を背負い続けよう。騙し、偽り、また演じ、誰一人として不安を抱かぬようになるその日まで、それがし徳川家康、絆の力で天下を統べる。みんな本当によくやってくれた。お前たち一人一人の心がこの太平をもたらしたんだ。だが本当に大変なのはこれからだ。ようやく掴んだこの穏やかなる時を300年の後にまでつなぐ術とは何だと思う？恐怖か？いや違う。それは血を凍らせ、心を怯えさせるものだ。それでは力か？それも違う。力任せでは結局涙を流すものが出るだけだ。互いを信じ、思い合おう。それがこの世を温める。そう、わしらに必要なのは揺るがぬ絆だ。どうした忠勝、何かあったのか？そうか、豊臣軍が動き出したか。ならばわしも座してはいられないな。秀吉殿に会いに行こう。わしの答えと絆を解くために。それで忠勝、秀吉殿が戦わんとしている相手は、ね、松永だって？それは本当か？敵があの男だとすればまずい。一刻の猶予もない。刑事は今は呼び立てるだけのいとまもないか。始まりのくさびよ。そうだな、最後の最後、素晴らしい共鳴だったよ。ひでやせ！三成、よいか、落ち着いて聞け。遠征先にて太閤の軍が壊滅したとの知らせが入った。なんだと？行武、いかに貴様とてその上限は許さない。まことの話よ、あいにくだがな。しかも戦場に足利以外の軍が攻め入った形跡がある。誰がそのような不遜な真似を？まさか家康？そう、なぜか居合わせた徳川のみが残り、今この地に迫りつつあるとくれば。ああ、嘘だ。秀吉様、秀吉様！この地表のいずこにもあの息吹が感じられない。家康、私はただ肌寒いんだ。三成、答えろ家康。貴様なのか、
貴様がこの世から秀吉様を奪い去ったのか。ああ、間違いない。秀吉殿はこの手でわしが撃った。家康。三成、残念ながらこれでお別れだ。家康、貴様。悪いがこれ以上お前に費やす時間はない。来い、戦つ。何？行くな！なぜ私を殺さない！家康！いつか必ず貴様を殺してやるぞ！わしを憎め、三成。わしを恨み、生きてくれ。どうした忠勝、何をそんなに慌てて。何？甲斐武田軍が動き出したって。そうか、分かった。我が師信玄公が動いたか。だが今一番に備えるべきは豊臣だ。武田ともいずれ決着をつけねばならないが、秀吉殿を前にして脇を晒していいはずもない。忠勝、すまないが直虎殿に伝えてきてくれないか。今からわしは甲斐へと赴く。だがそれは徳川として今しばらくの停戦を求めるため。断じてあなたの意思を軽んじるつもりはない。忠勝はまだ戻っていないか。今頃直虎殿を必死になだめてくれているのだろうな。あいつはいつもそういうやつだった。頼んだことはもちろん、そうでなくても必死に気を回して。そんなあいつに負担をかけ続けたくないと願ったのも、強くなろうと志したその理由の一つだったな。と物思いにふけっている場合ではないか。今忠勝が苦しんでいるなら、それは確実にわしの責だ。直虎殿とも腹を割って話さねばな。彼女が不服を訴えるのも無理のない話なのだから。まだどんな答えを出せばいいのかはわからない。だがわしは忠勝、わしはこの足でお前のもとへとたどり着く。今のは意地を張るのもその辺にしておくんだな。意地か、そうだな。
わしはずっとお前と共にあったのだものな。忠勝、わしの本音を聞いてもらえるか。あの日のようにもう一度わしの話に付き合ってくれ。